はい、どうもユビーズ関西支部のマシャンです。今回はですね、まあちょっと関東支部のチュンと仙台の方のフジャンとですね、まあちょっと相談した結果、まあ番外編のヒーローとかならミニでも撮れるんじゃないかということで、まあ、僕の趣味にかなり偏った形ではあるんですけれども、まあ、僕が持ってる指人形系の、まあ、ちょっとメインストリートから外れたようなヒーローたちをね、まあ、紹介できればなという感じでございます。ぜひお付き合いください。まあ早速なんですけれども、まあ一番前列が、まあ、大体つぶらいヒーロー系ですね。まあ、ミラーマンと、まあ、この辺って一応なんていうんですかね、ちびこれバッグみたいな、こうまとめ売りとかにも入ってたような、手に入れることが、まあ、割とたやすいタイプの、まあ、つぶらいヒーローたちですね。まあ、かなり造形もこだわっているというか、まあ、なんていうんですかね、ちゃんと好きな人がこれを作ったんだなっていうのがすごい伝わってくる出来だとは思うんですけどね。まあ、トリプルファイターと、まあ、なんかその注意枠、その指人形自体のタイプがなんか赤の成形色がちゃんと塗られてるものと、まあ、塗られてないものっていうのがあるらしくて、まあ、ちょっとその辺も注目しながら中古屋の100円指人形ジャンクコーナーとか、まあ、見ていただければなと思います。これアンドロメロスですね。ちょっと待機はね、古めなんですけどね、アンドロメロスに関しては。ちょっと、多分リリースが若干古かったんですよね。まあ、で、後ろのトランスフォーマーはですね、こっちが確かビーストウォーズの、まあ、なんか、2個目の方ですかね。僕も正直、トランスフォーマーにわかなので、まあ、世代ではあるんですけど、この辺は、まあ、ちょっと、まあ、見覚えもあったし、可愛らしいデザインなんで、まあ、買っちゃおうかなっていう感じですね。こっちはよく見る、まあ、ゴリラの方ですね。ゴリラのコンボイ。まあ、でもかなり出来はいいですね、正直。まあちょっとデザインだけでもお気に入りになるような感じの指人形ですね。でもちょっとこれ最近ただの僕のお気に入りなんですけど、これビルドアーマーですね。ゲーセン用の、まあ、水に浮かべる感じじゃない救い人形のビルドアーマーなんですけど、まあ、ビルドアーマー自体ね、ちょっとそこまで目立ったようなアーマーでもないんですけど、まあ、なんかやっぱりライダーの1個目の、何ていうんですかね、こういうフォームってちょっと思い入れができちゃうんですよね。なんか外務のパインアームズとか。で、これがジェットマンのレッドホークですね。ジェットマン結構レアみたいですね。まあ、単品で安いところ見つけれれば結構安く、まだ手に入るようなこともあるんじゃないかなとは思います。で、次がですね、まあ、ソニックですね。これ多分蓋があるタイプの救い人形なんですけど、ちょっとまあ外しちゃったということで、まあ、僕ソニックゲームの時からすごい好きなので、まあ、指人形集めるとなったらこれはぜひ確保したいかなということで、まあ、ちょっとレアなんですけどね、ソニックのソニックアドベンチャーぐらいからの、まあ、ちょっとかっこよくなったようなデザインのソニックですね。まあ多分アニメがあったんで、まあ、それの流れで人形化されたんじゃないかなという感じですね。まあ、これもまあ僕の趣味全開なんですけど、これピングーですね。まあ、ピングー、まあ、ちょっと他に比べるとちょっと、まあ、サイズも小さいというか、まあ、こんな感じのサイズ比なんですけど、まあ、多分出してるメーカーが多分確か友人とかその辺だったかなっていう感じで、まあ、ちょっと小さめなんですね。まあ、これを解決する方法としては、救い人形のピングがかなりいいサイズみたいなので、ちょっと探してるんですけど、なかなか、まあ、見つからないっていうことでね、まあ、ピング好きとしては、まあ、とりあえず確保したい一品ですね。でもこれ、ま、もう全く関係ないんですけども、これ僕が自作したメトロイドフュージョンの、まあ、サムスの指人形のつもりだけど、まあ、一応塞がれてるんで救い人形みたいな、まあ、ほぼパテの塊ですね。まあちょっとみんなもこうやって好きなキャラがなければ自作するっていうのもまあどうですかね。最後にゴーバスターズのイエローバスターですね。まあちょっと僕がね、最近ラブライブサンシャインよく見てるってことで、まあ、正直その流れで買ったっていうのはかなりでかいんですけどね。まあイエローバスターですね。まあ、一応世代なので、一眼レフの首につける部分のゴーバスターズ買ったりとか、
ちょっと暑いような時期もあったんですけどね。これが大体僕が思う、持ってる中での番外編エピってことでね。まあ皆さんこういう感じで、探してみれば、いろんな好きなキャラも意外と出されてるもんだなっていうのがイビ人形の良さだと思うので、いろいろやっぱり探してみる価値はあるのかなというところですね。でもちょっとここからおまけ的になっちゃうんですけど、ちょっと小腹も空いてきたんでね、ちょっとおやつを食べようかなということでね、このイーローバスターにちなんで最近買ったんですけど、これですね。昨日の動画にちょっと映り込んでたんですけど、ラブライブのシールウェハース2ってことで、1買うよりは賞味期限もマシだろうってことでね、賞味期限去年の9月なんですけど、なんでそんな急にウェハースのシールなんか買ったんだっていう話なんですけどね。ちょっと指人形とかハマる前ぐらいに、僕とチュンちょっとビックリマンハマってたんですよ。でこんな感じで、いろんなシールをね集めたりとか、結構ビックリマン最近この多分ドラゴンボールが正直だいぶね良かったからっていうのもあるんですけど、結構好きなキャラが、FGO とかね、もうわけわかんないぐらい結構いろいろ出ててですね、最近騒動になってね、ワンピースとかもそんなに好きでもないような作品もね出てますし、こういったちょっと同人的なシールもね、結構好きなキャラがやっぱりねいろいろ出てると、リフォルムなんかは集めたくなるのが、やっぱりユビーズってことでね、今回は多分同じサイズのシールなんで、ラブラブサンシャインこれ開封していこうかなと思います。ここからね、暇な人は見てくださいって感じですね。多分バンダイなんでね、賞味期限も大丈夫でしょう。僕とかチュンって正直ビックリマンウェハースめちゃめちゃ好きなんで、なんならシール捨ててでも食いたいみたいな時あるんですけど、ちょっと今回そんなにお腹も減ってないっていうのが正直なところなので、ちょっと1個毒味して残りは後で食うような感じにしていこうかなということで。何味？みかんクリーム味っていうことでね、ちょっとなかなか見ない感じなんですけど、賞味期限も切れてるしね、カビとか入ってないですよね。めっちゃみかんやなこれ。これやばいかもしれない。これビックリマンよりでかいですね、このシール。あれな味方なんですけど、あんまりビックリマンとかとサイズ合わせないっていうのはやっぱり企業感のあれなんですかね。リコちゃんですね。これは結構嬉しいですね。はい、結果としてはですね、ハロウィン衣装が7人と、てかどれも9人揃ってないですけど、当たり前ですけど、ドアがいても20個入りのボックスではトークできないアソートなので、こんなもんかなっていう感じですね。結構いいメンツなんじゃないかなと、個人的ですけどね、個人的な推しなんですけど、あくまでいい買い物したかなということで。あとね、ちょっと多分もうシールのサイズ違うと思うんですけど、シールがこういう梱包されてるっていうのはさすがバンダイだなというか、ビックリマンってあれ素で入ってるんで、そこはさすがだなと思いましたね。やっぱりクイカスで汚れないですからね、シールが。今回はこんな感じでね、ちょっとどうでもいい開封も入れましたけど、みんなね、指人形を始めていきましょう。それでは皆さん、さようなら。